こんにちは。アマゾン支支サポーター、ポリフィデオです。先日、オーストラアマゾンにも、まあ、1000人担当サポート制度ができてね、えー、連絡あった会員さんがちらほらいますという話をしました。で、連絡したところ、専任サポートは次の3点を聞いてきます。まず、ね、今年、オーストラアマゾンに新しいエッジオン導入する予定はありますかつまり、カタログを作る予定がありますかということです。 これのアマゾンのねいと対策は、商品カタログを作って、オーストラアマゾンの商品を増やしたいと。そして、独自カタログを作るのが売り上げを伸ばすのに効果的だということです。まだまだ日本とかアメリカと比べるとカタログ少ないんでね、やっぱりカタログ増やしてほしいというところですね。そして、次の質問、ね。今年のオーストラアマゾンの広告予算はいくらですかと。 これはもうズバリ広告をたくさん使ってほしいとそして広告を使うのが売り上げを伸ばすのに効果的だということですこれはねあの面倒くさがってあるいはねちょっと調整が難しいということで広告を使ってない会員さん多いんですけどまあ売り上げ伸ばしたいという場合はね商品を増やすのもいい方法なんですけどある程度、ね、売れてる商品に広告を使うというのがね えー、まあ商品を新たに増やすのと同じ、あるいはそれ以上の効果があるんで、まあ広告はぜひ使ってみてください。そして質問3番目。ね、あなたのピークシーズンはいつですかこれは Amazon の狙いとしては、ピークシーズンに向けてカタログを増やして広告を使ったり、あとね、広告だけじゃなくてキャンペーンとかプロモーションというのがありますんでね、それも使ってほしいということです。で、この3つの質問。 まあね、もちろん潜入サポートついてる方は、ねえー、ここ、力を入れたいとあちょうど、ね、カタログ作りたかったんだあるいは広告やろうと思ってたんだという場合は、ねまあ、何らかのキャンペーンがもらえたり、まあ、設定方法についてはアマゾンの進めるやり方が、まあえー、効率的かどうかは分かりませんが、まあ、何らかの、ね、お手伝いをしてくれる可能性が高いということでいいんですけど、まあ、サポートの連絡来てなくても、ねえー、誰でも取り組めるのが広告。 実際に広告を使うとね、カートの取得率が上がってますで。会員さんの中には広告も使わず、カタログも作らず、単純転売だけで年間100万ドル弱の売上げを上げている猛者もいます。しかし、広告を使い、新規カタログも作った方が売上げを伸ばせる可能性は高いです。本業でやっててね、ぜひ売上げ伸ばしたい、利益を増やしたいという場合はね、もう広告は必須じゃないかなと。あと、できればもう、 新規カタログを作るために、まあ、ブランド登録もした方がいいというのがあるんでね、まあ、これはあのお気軽にご相談ください月の売り上げがそうですね、まあ、1万ドル超えてきたらもうそれこれで、えー、ブランド登録はした方がいいですし広告も使った方がいいです、まあ、面倒は面倒でね単純転売だけでもう商品探すのが一番単純にできることなんで まあそれだけで売り上げ上がってんで、ね、もう十分だという場合にはね、無理には進めませんけど、まあそうじゃなくてね、えー、商品を見つけるのちょっとしんどいとかね、いう場合はもう本当にこの広告を使う、そしてブランド登録してカタログを作るというのは広告的なんでね、えー、考えてみてはいかがでしょうか。またご質問、ご相談お待ちしてます。Amazon Supporter、堀秀夫でした。